出現以来、諸葛亮は一人の男を探し続けていた。鳳雛こと鳳頭は卸との戦いの後隠遁し、出雲家へ行方をくらませていた。だが未曾有の危機を前にして、その諸葛亮は四方八方に手を尽くして鳳頭の行方を求めた。やがて服部半蔵がわずかな兵力で妖魔を撃退する見事な知略、その他さまざまな情報を集め、諸葛亮はそれが鳳頭だと確信した。そして蛾陵はさまざまな情報を統合した結果、この地にただ一軍にて妖魔を翻弄する、見事な地。しかし出る杭は打たれるもんじゃ。この妖魔の大軍、鳳頭を討つためだけに集められたの。どれほどの大軍であろうと、私と鳳頭が揃えばもちろん策を実行していただく。おい、持ち上げてくれるの。期待に応えよう。私とあなたの仲です。鳳頭は追い詰められていますね。急ぎ救援に向かいましょう。よし、そろそろ終わりにしようぜ。一気に押し込め。覚悟を決めてたんだがね。あなたにはまだ生きて働いてもらいますよ。
が入ったのかよ。もう少し楽しめそうだな。少々敵の数が多いですね。ここから巻き返すには家計の準備ならできてるよ。ここに立つには手が足りなかっただけでね。さすがですね。では私も次の策の準備にかかりましょう。さて、工作兵の護衛を頼めるかい。一番効果的な場所で火をかけたいんでね。固定地点は橋をかけていくよ。その間しっかり守ってくれ。勝利を描きましょう。橋をかけたのか。こいつはいい。逆に攻め込んでやれ。うまく敵を引きつけられたようだね。もう少し引き込んでから火を放とう。よし、間に合ったな。俺らも人間どもを蹂躙するぞ。
討ち取りました。メッス太陽へ。駆け上がったのか。火がかかりましたか。足をかけ敵陣にまで火を及ぼす。さすがですね。何、お前さんの後押しがあったからだよ。あちち、火に囲まれちまった。こりゃたまんねえ。火力もかけない。勉強になります。このままじゃ火に巻かれちまう。早く門を開けろ。さて、家計はうまくいったね。後の力仕事は頼んだよ。おいよ、任せ。駆けてきた。いつかが前で戦ってるの。それでこそお主の戦や。こんなに燃やしやがって。尻尾がちょっと焦げちまったじゃねえか。やってらんねえぜ。あばよ、こんなところでは負けられません。オロチが倒れてやっとゆっくり隠居できると思ったんだ。以前にも増して世の乱れは深刻です。あなたに隠居されてしまうわけにはいきませんね。やっぱりやらないとダメかね。わかったよ。うまくいきました。受け、ほれ、これを差し